ジェームズ・ブラッドリーはイギリスの天文学者。エドモンド・ハリーの後任としてグリニッジ天文台の第三大外長を務めた。高校差や衝動を発見した業績でも知られる。グロスター・シャー生まれ。1711年からオックスフォード大学のベイリオール・カレッジに学ぶ。1718年には王立協会フェローに選ばれる。翌年牧師となったが、 1721年にオックスフォード大学のサビル教授職に指名され、教会を辞めた。1742年、エドモンド・ハリーの公認として王室天文館に任命された。最も有名な彼の業績は1728年の高校差の発見である。1725年より、ロンドン郊外に望遠鏡を設置し、竜座ガンマ星を観測し続けた。 ブラッドリーはこの星の石変化から年収しさを発見できると期待していたが測定結果は高校差の存在を示すものだった。またこの結果から高速度を約秒速30万千キロメートルと計算した。1748年、ブラッドリーは現在では主要衝動と呼ばれる18.6年周期の衝動を発見した。これは 高校差の検証のために1727年から1747年にかけて20年間流座ガンマ性の観測を続けてきた副産物であった。また長年にわたって精密な観測を続け製表を出版し一点文学の基礎を作った。彼の功績を称いて小惑星ジェームズ・ブラッドリーが彼の名を取り命名されている。ありがとうございます。